鳥山石燕『今弱百鬼周囲より、雨女、歌川吉幾が、百物語雨女雨女とは、雨を呼ぶとされる、日本の妖怪。また、その行動が雨を呼ぶかのように思える女性猛虎を呼ぶ。鳥山石燕による、妖怪画集、今弱百鬼周囲に、雨女と題した画が,があり、解説文には、諸越不山の新女は朝には、雲となりうには、 雨となるとかや雨女もかかる、類のものなりやとある。これは、その文人、総玉の詩高等府で、その海王が、夢の中の不山の女を愛し、女が去る際に、朝には、雲となり、暮れには、雨となり、朝な夕な被台の下で会いましょうと言い残した、エピソードからの引用であり、朝雲坊は、男女のひそやかな向上を示す、孤事聖語である。 雨にまつわる妖怪といった記述は見られず、石縁の雨女は、江戸時代の吉原遊郭を風刺した創作画と指摘されている。産んだばかりの子供を、雨の日に神隠しにあって失った女性が、雨女となり、泣いている、子供のもとに大きな袋を担いで現れるとの説も、ある。なお、雨を呼ぶ迷惑な妖怪とされることもあるが、干ばつが続いた時に雨を降らせてくれる。 雨を予備人を助ける妖怪という神聖な甘神の一種とされることもある。長野県下稲郡では、雨の降る夜に、雨音という怪女が現れると言われ、子供をさらう妖怪、雨の日に訪れる神が堕落して妖怪化したものなどの説がある。その女性が何かをしようと予定を立てると、その日は決まって、雨天となる人のことを、雨女と呼ぶ。同様の男性は、 アメ男と呼ばれ、この大概念として、晴れ女晴れ男がある。なお、五構成上類似した雪男、雪女は、別種の民間伝承で、空想上の存在である。これに対し、ここで言うアメ女、アメ男は、ある実在の特定の個人に対して、三はアメ女だとうとみなすような俗心である点で、違いがある。ありがとうございます。